残念ながらそれ太る食べ方です。こんにちは、エリーです。今日のテーマはフルーツ、それ太るかも、フルーツで痩せる人太る人についてお話したいと思います。朝のフルーツは美容健康にいい、消化酵素があって太らない、よく聞く話ですよね。でも体にいいと思ってたくさん食べたらかえって太った、便秘に効くと思ったら全然出ない、美肌になると思いきやシミやたるみができた。フルーツを食べて綺麗になれる人、なれない人、実は体質的な違いがあるんですね。ということで今日はフルーツで痩せる人と痩せない人の違い、フルーツで太らない具体的な食べ方3つご紹介したいと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。それではスタート。それではフルーツで痩せる人、太る人、その違いを解説します。それはズバリ肩太り体質か水太り体質かで決まります。簡単な診断方法としては、手のひらが乾いている方が肩太り、手のひらが湿っている方が水太り、どちらかといえばお肉が好きな方は肩太り、どちらかというとスイーツが好きという方は水太り、もちろん混合タイプの方もいらっしゃいます。ちなみにフルーツで太りやすい体質、混合型の方は今日ご紹介する太らない食べ方がめちゃくちゃ効きます。さあ、どちらがフルーツで太りやすいのかというと、水太り体質の方。東洋医学では肩太り体質は陽性、水太り体質は陰性と言います。陰陽ですね。ちなみにどちらがいい悪いはありません。肩太り体質、いわゆる陽性体質の方は体がギュッと収縮している体質、高血圧、動脈硬化、血栓などギュッと詰まった形の不調になりやすい傾向、肌質もぷよぷよというよりパンパンな方が多いです。筋トレ、肉食、高タンパクの方にも見られることがありますね。フルーツには消化酵素やカリウムなど余計な塩分、これを押し出して痩せやすくしてくれる効果があるので、このタイプの方にはいいと思います。もちろん量を食べ過ぎるとフルーツの果糖はお腹周りにお肉がつきやすいので注意してくださいね。水太り体質、いわゆる陰性体質の方は体がゆるっと緩んでいる体質、水が溜まって膨張しちゃう感じですね。体重の増減が激しかったり、色白でぷよぷよした肌質の方が多いです。フルーツは水分と糖分がたくさん含んでいて、食べ物自体が陰性の食べ物、水太り体質の人がたくさん食べると緩みと冷えに拍車がかかってどんどん水太りがひどくなります。特に熱帯の果物は要注意です。日本に住む人は汗をかかない時期に熱帯原産の果物を食べ過ぎるとどんどん冷えてしまうんですね。さらに冷え性、低血圧、貧血の方は注意が必要。果物に含まれる酵素が赤血球を壊す働きがあり、塩分も押し流されやすくなるので血圧が下がりやすくなります。食後のフルーツが欠かせないという方は一度見直してみるといいですね。でもやっぱりフルーツは美味しい。ここからフルーツの太らない食べ方3つご紹介します。水太り体質、混合タイプの方必見ですよ。フルーツの太らない食べ方1つ目、キンキンに冷やさない。これやりたくなる気持ちわかります。フルーツは陰性の食べ物、ただでさえ冷える食べ物ですね。冷えが太る原因になることはもうお分かりだと思います。フルーツは汗をたくさんかく季節じゃなければできるだけ常温で食べたいところ、焼きリンゴなど火を加えるのもおすすめです。もし冷やして食べるならホットのお茶など温かいものを一緒にお腹に入れておきましょう。フルーツの前に飲んで胃腸を温めていくのもおすすめです。フルーツの太らない食べ方2つ目、酸味のあるものを選ぶ。フルーツは甘ければ甘いほど水太りしやすいと思ってください。酸味強めのフルーツはダブついた油や水分を外に出す働きがあります。リンゴで痩せるのはこの酸味を利用してるんですね。なので甘いリンゴより紅玉などの酸っぱいリンゴが効きます。その他にはみかん、リンゴ、グレープフルーツ、キウイ、イチゴ、日本で秋から冬にできるフルーツが特におすすめです。フルーツの太らない食べ方3つ目、リセット食材を加える。ここめっちゃ大事です。水太り、混合タイプの方、これでフルーツ食べても太りにくくなります。フルーツ大好きな方は糖分と水分が溜まりがち、糖分と水分を体の外に出すには発汗と利尿、体を温める作用と水分を外に出す作用がめちゃくちゃ大事、むくみや脂肪太りの鉄板ですね。その発汗利尿作用を高めてくれるのが辛味野菜、大根、玉ねぎ、長ネギ、ニラ、唐辛子、ニンニク、生姜など、
片太りの方は生で、水太りの方は加熱して食べてみてください。もちろん生で食べられるものだけで OK です。また水太り体質の方に特におすすめなのがこれ、お粥。これ実は超秘密兵器なんです。お粥は体を冷やさず利尿効果があります。これ結構すごくて、むくみ知らずです。利尿は尿を出す作用なんですが、尿を出そうとすると体の温度、体温が下がるんですね。おトイレ行った後ってちょっと寒くなりません？トイレの回数が増えるごとに体が冷える。体温が下がると血流、リンパの流れが悪くなるし、基礎代謝が下がるので、もう絶対に体を冷やすのは厳禁。そこで体を一切冷やさず、むくみをきれいに取ってくれるのがおかゆ。お腹いっぱいにもなりますし、普通のご飯より血糖値が上がりにくいのもポイント。これ本当に脂肪になりにくいんです。主食をお粥に変えるだけでもダイエット効果がとてつもなく高い。私はかなりお粥愛してます。サラサラのお粥じゃなくても、おもゆ程度の柔らかいご飯でも OK ですよ。はい、いかがだったでしょうか。私以前フルーツでめちゃくちゃ太った経験あるんですよね。綺麗な人って毎朝フルーツのスムージー飲んでるなって思って1ヶ月試してみたんですが、3週間で2キロ太って1ヶ月経たずにギブアップ。私は混合体質だったんですが、見事に水太りが強くなりました。スーパーにはフルーツたくさん売っていますが、種類とか季節や温度、一緒に食べるものでかなり体型変わってくるので、ぜひ今日の内容参考にしてみてください。このチャンネルでは東洋医学の体質別ダイエットや美容整体のマッサージやストレッチについてたくさんお話ししています。チャンネル登録、高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。また老廃物がドバドバ流れるマッサージの実践編の動画と、どこを押したらいいのかが一目でわかる全身マップ、この2つの無料ダウンロードを実施中です。欲しいという方は概要欄からお申し込みお願いします。エギーのオンラインダイエット塾も開講しています。気になる方はこちらも概要欄をチェックしてみてください。本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エギーでした。お気に入りは小粒みかん。